ですよねもともとはやっぱりこれ、司法の独立というか、えー、検察官っていうものの司法の公平性を担保するために、あの定年延長みたいな、えー、恣意的な人事、これ、恣意的な人事というあの,の入り込む余地があるので、内閣がそれを決めて、定年延長できますということを後付けて決めようとした、えー、法律なので、それそのものが、 内閣の姿勢として問題じゃないかというふうに思うんですね、うん、でこれあの、皆さん勘違いしてると思うんですけど、あの法務省安倍さんなんかは、これ、法務省が持ってきた案だから、それに従ったまでだというふうに言ってるんですけど、まあ、それも明らかな嘘なんですよね、うん、それはもう官邸側がそれを差し戻して、だめだというふうに何度も言ってて、これはまあ実は3回目なので。 それそのものが嘘なんですけど、それはさておき、つまり法務省というものと検察庁というものは、やっぱり性格が違うんですよね。つまり検事と法務官僚、一般に法務検察というふうに言われてますけど、法務省の中に検察庁があるんですが、立て付けとしては。だけど、検察庁と法務省というのは、 あの言ってみれば別組織なんですよね、うん、で実は検察庁というのはもともとは裁判所の中にあってそれは裁判所構成法という戦前、まあの、えーえー、法律の中でき定められていて、えー、裁判所の中にあの検事局というのがあって、はい、それは検事局のがあの戦後、独立しなきゃいけないというので、えー、検察庁法というのを作ってそれで検察庁が、えー、できた。 という経緯があるんですね。うん、で、その後に、あの、国家公務員法っていうのができて、だ検察庁法のが先なんですよ、はいでえー。で、その中で検察庁、検,検事の定年は、えー、ないというふうに、あって、ごめんなさい、定年、延長はないと。はい、てで 定年は定めてたわけです。検察官は63歳になれば、えー、や,めやめなさいとで、えー。検事総長は65歳になったらやめなさいというふうに、えー、そ,れもそれは例外なくそうしなさいということで決めてたわけです。うん、で、その後に国家公務員法っていうのができて、当時国家公務員法っていうのは定年がなくてですね。で で80年代に入って定年制度を作ったんですけどつまりえ、何を言わんとするかというと検察庁法のが先にあって、うん、検察庁法のが優位に。 あの、国家公務員法よりも、検察庁法の方が、あの、優位な存在ですよということは、ちゃんと法に明記されてるわけです、うん、だから、そこ、そこの辺の部分を、全く無視して、勘違いして、えー、今回定年延長みたいなことを持ち出した安倍政権のおかしさ、うん、えー、そこがやっぱり問題なんですよね。うん、で、まあ言ってみれば、黒川さんが、それを、なぜ引き受けたのか、閣議決定の時に。うん、だから、 そこ自体がやっぱりかなりあのおかしいしそこでやっぱり黒川さん自身は批判を浴びることは覚悟の上でやってたんでしょうけど、うん、もうあまりにも批判が大きくなりすぎて耐えきれなくなってもう辞める決意を固めてたというのが今回の経緯だと思いますね。